ダニエル・ジェランは、フランスの俳優である。フランスの中部アンジェ生まれ。17歳の時に役者を目指し、パリに上京。職を転々としながら、芸能界の道に進み、舞台、映画で活躍し、フランスを代表する俳優になる。特に舞台では、ジャンコクトーの、恐るべき親たちに出演し、脚光を浴びた。2002年11月29日、腎臓病のため、この世を去る。 81歳没。長期間にわたり、アルコールやドラッグ中毒に悩まされていたほか、自殺未遂を起こすなど、死生活はかなりすさんでいた。生涯で結婚を3回している。1945年に結婚した、最初の妻で女優のダニエル・ドロルムとの間に西をうけ、その一人グザビエは後に俳優となるが、1999年にガンで亡くなる。また、 フザビエの息子ヒューゴは映画監督、脚本家となった。ダニエルとは1954年に離婚。1955年にシルビー・ハーシュと再婚する。シルビーとの間に1957年に生まれた息子パスカルが誤って錠剤を飲み込み、生後14ヶ月で亡くなる悲劇に見舞われる。その後、シルビーとの間に西マニュエルとフィオナを設け、二人とも役者となる。 シルビットは1968年に離婚。1973年にリティ・ザックスと再婚し、一子を設ける。リティとはジェランが亡くなるまで添い遂げた。なお、結婚はしなかったが、1952年に愛人だったモデルのクリスティーヌ・マリー・シュナイダーとの間に後に女優となるマリア・シュナイダーが生まれている。ありがとうございます。